様こんにちは、なりわでございます。本日はこれからの時期、新入学とかね、幼稚園に上がる方とか、またはどうしてもね、お名前をいろんなものにつけなければいけない方のために、ある商品を紹介していきたいと思います。早速開封をしていきたいと思います。これは私自身もね、ちょっと使えるかなと思いまして購入いたしました。これはこれで開くのかしら、どうなんだろう。段ボールはこんな大きさですけれど、こんな大きいものではございません。中身はそんなに大きいものではないんですね。よいしょ、まずこちらを取って、中身はこちらですね。はい、こちらでございます。こちらはですね、お名前スタンプと言います。よくね、これから、小学校ね、幼稚園保育園とか、または高齢の方でね、施設に入られる時にいろんなものにね、着るパジャマだったりタオルだったりに名前をつけなきゃいけないんですよね。そんな方のために、ぜひこれからね、こちらを活用していただけたらいいなと思って、ちょっとね、目に留まりましたので、こちらが早速 Amazon で購入しまして、皆様に紹介をしていきたいと思いますね。こちらシャチハタの製品でございまして、お名前スタンプで大文字小文字セットの GABA の1という商品でございます。また後で概要欄に商品のね、リンクを貼っておきます。では早速中を開けて、確認をしてみたいと思います。よいしょ、よいしょ。まずこちらですね、こちらが本体でございます。多分ここを外すんですね。そうですね、セロテープがちょっと待ってね。あららら、セロテープがね、あらぬところにくっついてしまいましたので、これをねちょっと取りたいと思います。あら、はい、蓋を取りました。こちら蓋がね、ついておりまして、本体はこんな感じですね。こちらを外しまして、ここにね、これからあるものをくっつけていただくわけなんですが、多分これも外れるのかな、もしかしたら。いや、ちょっと無駄なことは壊してはいけないので、ちょっとこのままにしておきたいと思います。まず本体でございますね。そしてあとはこちら多分透明のこんな感じですね。ここにはめて置く、セットするために使うものでしょうかね。多分ここにはめる透明なケースがついておりますね。ここにって、こちらのスタンプ台ですよね。スタンプ台にはめる透明ケース台がついておりまして、あとケースですね。こちらが、よいしょ、こちらにインクをね染み込ませて、こちらにね文字を貼り付けたら、こんな風にして、名前を押すんだと思いますね。これインクのスタンプ台ですね。あとインクでございますね。インクもちゃんとついておりますね。そして
はい、なんだろうこれ、はい、お名前のひらがなと、そしてこれ大文字ですね、ひらがなと数字ですね、ひらがな上の方はひらがなで下の方は数字のあのスタンプがついております。これ手で切り離して、こちらに埋め込んで使うんだと思うんですね。であとは小文字のなんだろうこれは、はい、同じですね、小文字のひらがなと下の方に数字が入っております。では、そしてあとあの取扱説明書みたいなものが入っておりますね。ちゃんと取扱説明書が入っております。これを見ますと、まず、必要な文字をゴムシートから切り離してくださいということですね。じゃあ早速、やってみましょうかね。私なりわですからね、なりわちょっと探すのが難儀ですね。あかさたなありましたね。ではこれをね引き離したいと思います。こうやって手でね、ちぎるみたいですね。手で切り離すみたいですね。なの部分をちょっといいよ、はい、切り離しました。こんなちっちゃくなりますね。まずなくならないようにこちらの蓋に入れとく。でリですね、今度はラリルレラ、離れたとこにありますね。よいしょ。ではリの部分ですね、リの部分をね切り離したいと思いますね。はい、リが切り離せました。簡単に切れますね。なりは、はですね、はどこだろう、赤さたなはま、はありました。はい、はもうくねくねしておりますけど、こちらですね、和をねちょっと切り離してとよ、いいよ、くしょ。そしてこちらの方でお名前、必要な文字をゴムシートから切り離してくださいということでね、私切り離しましたよね。2番目にスタンプホルダーの大文字、こちらでいいんですよね。これをやっぱり、離すんですね、これ。本当、よいしょ、いい、花さん、ちょっと待ってください。こちら側でこのままでいいのかな、な、り、わ、そして、こんな風にはめ込みました。なりはと、こちらからね、なりはとなっておりますね。
そしたらば、3番がこちらのインクですね。インクホルダー、インクボトルのホルダーの部分を持ち上向きにして静かにキャップを開けてください。ということですね。こちらを開けてください。上向きに、横にしちゃダメみたいです。うわ、ちょっときつ。ちょっと待ってください。あ、開きました、開きました。はい、そーっと開けましょう。はい、開けました。そしたら、スタンプ台の蓋を開け、こちらですね、こちらですね。ちょっと失礼しますね。4番目がこちらですよね。スタンプ台の蓋を開けてインクが染みるまで、こちらに、インクをね染み込ませますということですね。ではちょっとやってみたいと思います。なかなかそうは言っても、これどっかこのままでいいんですよね、出てこないけど、ちょっと待ってね。あ、出てきました、出てきました、片手じゃ無理かな、片手では難しいですね。今ねやっているんですが、相当力がいりますね。相当な力で押さないとインクは出てきませんので、うっかりね倒してもこぼれるということはなさそうですね。こんな感じで、つけていきますね。最初はねちょっと出にくかったんですけれど、インクが出始めたら結構出ますね。なのでもうこんなもんでいいんでしょうかね。ちょっとこれくらいにしておいて、あとでまたね、足りなかったら足していきたいと思いますね。インクの蓋をしておきたいと思いますね。そして、そうしましたらお名前スタンプをスタンプパッドに、数回を当ててインキを試し押しをしてからご使用くださいということですね。それで、これはちょっと置いておくためのものだと思うんですよね。インクをつけてしまったらね、これ下につくけど、こういうことかしら、こういうことですね。多分、このケースの上に置いて、ここに、ちょっと仮に置くということですね。いちいち蓋をしなくてもいいということで、では、早速ねちょっと試し押しをしてみたいと思いますね。じゃあちょっとメモ用紙に、なるほど、もっとちゃんとつけないといけないですね。でもう一回押してみますね。どうもリのね、ナリワのリのねところがね、インクがうまくつかないんですけれど、インクが足りないのかな。ちょっともうちょっと足してみたいと思います。ちゃんと何か下に置いた方がいいのかもしれないですね。なるほど。
やっぱりちゃんと下に置いて浮かせて押してるから映らなかったんですね。ちゃんと下に置いてね、使えばいいと思います。それでね、先日ご紹介しました、私ダイソーさんで買ってきたシールがございましたよね。こういったシールね、まずこちらにね、押してみたいと思います。で例えば布にもこれね、実際に押していただけます。ハンカチだったり、バッグだったり、いろんなものにね押していただけますね。こういったね、ダイソーさんでシールを買ってきましたので、こちらに「なりは」と押してみたいと思いますね。押しているところ皆様にねお見せできたらいいんですが、ちょっと都合上なんかお見せした方がいいんですよね、本当はね。本当は真上からねこれが取れたらいいんですが、この何でしょう、三脚ではちょっとそういった機能が備わってないので、ちょっとお待ちくださいね。ではうまく押せるといいな。ああやっぱりあれですね、押し方によって文字が練習が必要かもしれないですね。3文字は難しいかな。あでもちゃんと押せば綺麗になりますね。私お名前のね長い方ね、長い方はこのシールのですね、このシールの長さを考えて購入してくださいね。3文字だとこれがちょうどいいですね。なりはとしましたけど、3文字ならこちらのシールがちょうどいいようでございますね。綺麗に剥がせるタイプの、ダイソーさんで、購入しましたタックシールというものですね。これは、24×25、これ数ですね、数ですね、大きさじゃない。タックシールのこれサイズは何だろう、剥がせるラベルのナンバー2ということで、G092 でございますね。こちらね、ちっちゃく出ておりますけれど、タックシールのナンバー2、あここにもありますね、こちらね、ここの赤い帯のところにね書いてありますね。3文字だとこちらがちょうどいいようですね。はい、それでは布のね、こちらのように布に、スタンプをしてみました。綺麗につきますね。分かりやすいですね。もましてこれ白ですからね。なのでカバンとかね、よく目立つところに普段はね、お使いになっているお子様のお名前を、この辺りだったりね、ここのところだったりね、入れて前後に入れていただいたらいいんじゃないかと思いますね。私はちょっとね、そんなたくさんは入れる、ここだけにしておきますね。ということで本日は、これからの時期にね、とってもお名前って結構面倒ですよね。たくさんのものにねお名前を書くというのがね、なので、これからの時期ね、きっと重宝するんではないかと思いまして、気になったのでね、私ちょっと気になったんですね。ああそういえば私も苦労してね、子供のね、入園式とかちっちゃい時ですよね、一生懸命名前を書いたの覚えております。だけれどなかなかうまく書けなくて、均等に書けなくてね、失敗したりしたんですが、スタンプがあればね、均等に綺麗な文字で、名前がね書いてあげられるので、フルネームも入りますよね。はい、ということでお名前スタンプの紹介をさせていただきました。こちらの特徴としましては、持ち物に手軽に綺麗に、お名前をスタンプできますということと、あとプラスチック、金属、布、木などに、スタンプすることができます。
そして縦横自由に文字を配列することができます。そして綺麗に押せて便利なスタンプガイドがついています。スタンプガイドっていうのはこちらですね。この透明なスタンプガイドですね。こちらを押すところにね、例えば、ここのところに名前を押したいと思ったらこんな風にして、この枠の中に、こちらのスタンプをこうやって入れて、押せばいいということですね。そうすればお名前が押せるということだと思います。こちらスタンプガイドですね。スタンプガイドは細い鉛筆へのスタンプにもご利用できますということですね。汚れ防止のホルダーキャップ付きなので安心して保管することができますということ。そしてあと、スタンプホルダーはお名前スタンプ用で、大文字ゴムシート、小文字ゴムシートが兼用できますということで、あと水ににじまず乾きの早い油性インクを使用しておりますということで、こちらに文字一覧の配列が出ておりますね。ゴム板で見てるとね、ちょっとね、どれがなで、どれがリなんだろうとかね、ハートと星印もありますね、ちゃんとね、ハートと星印もちゃんとね、こちらにありますね。こちらをご覧になれば探しやすいですよね。で、ちゃんと取扱い説明書がこのように出ておりますので、ここに押し方もちゃんと説明が書かれておりますので、こんな感じで、お使いになってみてはいかがでしょうか。こちらに出ておりますけれど、大文字でお名前を横書きではっきり見えますね。水島健太郎さんって、これ実際の大きさだと思うんですね。こちらも実際の大きさだと思いますね。そして下の方には1年2組高橋彩香ということで、小文字を使って押していらっしゃいますね。漢字もありましたっけ。漢字ありますあります。年と組が星とハートのところに年と組というのがついておりますので、ちゃんとこのように何年何組の誰それというふうに押すこともできますよね。小文字を使えばこのたくさんの配列で押せますよね。お名前だけでいい場合はこんな感じですよね。なので、こちら全部で、こういったキットがちゃんとついておりますので、ぜひ皆様これからの時期ね、お孫さんとかね、お子様の入園グッズへのお名前入れ、そして高齢の方にもね、例えば施設にとかどっかに入院される時、持ち物に名前を書かなきゃいけない時がありますよね。そんな時もフルネームをね、ひらがなですけれど押せますので、よろしいんではないかと思いますね。いちいち手書きっていうのはなかなかね、うまく書けないんですよね、ものによってはね。なのでこちらをぜひ、使っていただければなと思いまして、紹介をさせていただきました。いつもなりわのチャンネルを視聴していただきましてありがとうございます。ではまたお会いいたしましょう。なりわでございました。では。